ああ、こんな顔だったんだね。あならこそ、一度ならず二度までも、わしの欲求をぶち壊しにしよって。許さず、許さぬぞ。何が欲求じゃ。人のことをバカしただけで、バカすだけバカしておいて。おいの妹を妹じゃないと呼ばわりしようってよな、お前。本体が現れました。テル、キツネ部が来ますよ。避けてください。うわぁ、キツネエビ、ファンネルかよ、ファンネル。右。左。左。何何？左側からしか撃ってこないぞ。あそこ、右から抜けられるんじゃないか。あ、それフラグじゃない。大丈夫？大丈夫か？次の攻撃を避けたら連打して、キツネの右側をすり抜けてください。了解。はい、ラーリー。今だ！連打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 ボボ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 今だ二人とも急げよっしゃそういえば同じ部屋を何度も通った気がするけど入り口まで繋がっているのか頼む繋がっていてくれえぇいきなり飛び出してくる技法に定評のある色欲行かせぬぞ右へうわそうそうじゃやったテル早くお兄ちゃん来た待てまたかう右う左はい左はあ、はあ、出口はまだ見えてこないよくそ、無限ループかこれじゃ追いつかれるぞ無駄なことわっ、直接攻撃してきたカズ面白いことを教えてやる何面白いことってバジールナをさらわせたのはジェイソンだえ奴はとんでもない女でさ騙しに関してはわしの上を行っておるわしの方が位も高いというねあの女め位って何の位やねんなあ階12階ってからそういうと消毒大使できないやつかお前な何を言ってるんだわしにお前の妹をさらう理由などどこにある確かに確かにそうやけどそうやけどそこに入りがあるのはお前の正体を探っているあの女だけわしは頼まれさらっただけなのだなんだ頼まれさらっただけって報酬があるのか報酬ないくらもらったんだお前まさか今回はお主らを逃してやるせいぜいあの女に気をつけるのだなあ、こんな終わり方？てか、依頼主のことってそんなバラしていいんか、お前。お金もらっとんじゃないのか、お前。それいいのさ、雇われた側の人間として。それ黙っておくどころじゃないの、なんついかさ。守秘義務とかないのか。で、出られたな。テール、みんなが助かってよかったです。いや、あんたのせいやけんな。あのキツネビが言ってたことが本当だったらあんたのせいだからな。ルナ、ジェイソンさんから離れろ。テール？ジェイソンさん、あなたって人は、あのキツネビと、キツネの霊とグルになって、ルナをさらわせたのか。え？え？テール、違いますよ。それこそがキツネの嘘なのです。嘘だって？よく考えてみてください。キツネが夢で仕掛けたトラップを、あなたを馬鹿して騙されるのを見て笑っていたのですよ。だから今回の事件を私が仕組んだように言ってみたり、ルナが妹ではないと言ってまりしましたよね。え？ルナは間違いなくあなたの妹なのでしょう？もちろん。そうです。
すべては狐の嘘なのですよ。だから信じてください。おぉ。ジェイソンさん、その笑顔で笑われても、すごい怪しいんですよね、今。もう状況証拠としては。で、ここでさ、ルナちゃんがさ、え？私、お兄ちゃんの妹じゃないよみたいな感じで言われたらさ、俺めっちゃショックだんやけど。お兄ちゃん。テール、今回は協力できてよかったです。これからも協力していきましょう。ジェイソンさん、あなたは？あ！誰？お？あ、キラ先輩。ジェイソン、てめえ！キラ先輩、メッセージ見てくれたんですね。待たせたな、テール。ジェイソン、あの時は俺、よくも俺たちを騙してくれたな。監禁して、あらざらい、吐かせやる。やりくじが、ヤクザやん、お前。おう、キラさん。テール、また会いましょう。待ちやがれ！チェリーちゃん、追いかけるぞ。ど、何があった、テレーさん。チェリーさん、何があった？草むらかき分けて進んできてみたいな、そんな顔になったんだ、お前。チェリーさん？それ、キャーだるわ。何があったんですか？いろいろあったんだよ。いや、そこが聞きたいんだよ。そのいろいろの分。よかったらこのカツラ使ってください。ここで出てくるんじゃ。サンキューテール。なんだこれ。待ちやがれ。ああ、もういろいろ突っ込みたいところがありすぎて困るわ。ジェイソンさん、やっぱり敵か味方かわからない。今回は助けてくれたけど、ルナも休ませたいからな。あとはキラ先輩とチェリーさんに任せよう。ルナ、ユリさんたちのところへ行こうか。もう花火は終わっちゃったかもしれないけど。うん。まだなんかいいのよ。なんか謎は明かされたという感じないよな。ジェイソンさんが敵っぽいような感じがしてきた。それだけ。あと、ルナちゃんが妹じゃない疑惑がめちゃくちゃでかなってきた。結構指の中に入っていたけど、花火はどうなったんだろう。雨！雨が降ってきた。ルナ、とりあえず橋の下に行こう。うん。ああ、中止かな、これは。これ雨じゃ。もう花火はやらないかもな。せっかくみんなで来たのに。ルナ、そんなにみんなで見たかったのか。うん。ああ。なんかこう見たらちょっと可愛いな、ルナちゃん。いい感じ、ルナちゃんのファンにとってはもういい感じの絵ですね、これは。雨の中のルナちゃん。ねえ、お兄ちゃん。なんだルナ。もうジェイソンさんに会ったら会っちゃダメだよ。ルナ、今日はジェイソンさんが一緒に助けてくれたんだぞ。そんなこと言うなよって言いながらも、俺としてはなんか怪しいけん、あんまり関わっちゃあかんような、味方だと思っちゃあかんような気がしてきたんやけどな。俺としてはそうじゃなくて、あの人がお兄ちゃんに余計なことを教えたから気になってるんでしょ。色欲の呪いのことか。うん。ルナからその話題を振ってくるなんて。ねえ、お兄ちゃん、この数ヶ月楽しかったよね。ん？ああ。高校で死んだ鈴木レミさんのこと、私ずっと覚えてるよ。おお、なんかすごい懐かしい名前出してきたな。ああ、第2話の話をね。何ヶ月前に撮ったっけな、あれ。ああ、俺も覚えてる。それから、ドリームズに入って、いろんな人と出会ったね。キラ先輩や、ユーゴさん、チェリーさんに、ユリさんも。
ニーナちゃんとも仲良くなれたし、楽しかったよね。ああ。今日のお祭りが楽しかったのは、きっとみんながいたからなんだよ。それを壊すなんて、私、絶対にしたくないよ。ルナ。あのこと、ルナに聞いてみようか。いや、これ、この流れからしたら、あんま何も聞きたくないっていう流れになるかもしれんけど、俺は聞くぞ。そんなん知らんわ、聞くわ、俺。知りたいことは知りたいっていうことで、もう。ルナ、お前、何を知ってるんだ？私、全部知ってるんだよ。でも、お兄ちゃんがそれを思い出したら、みんなが不幸になっちゃう。せっかく友達ができたのに。友達？ドリームズのみんなが 大切なのはお兄ちゃんだけじゃないんだよ。私だってみんなのことが大切なんだよ。だけど、色欲を思い出したら全部終わっちゃう。だから、私、言わないよ。ルナ。そっか。わかったよ、ルナ。もう、聞かないよ。え、それでいいの？何を知ってるのか、わからないけど。俺のためを思っていることなんだろう。うん。なら、その言葉だけで十分だよ。たった二人だけの家族をなんだから、俺はルナを信じるよ。ありがとう、お兄ちゃん。雨が弱まってきたな。ルナ、ユリさんとニナを探そう。うん。テル、探したよ。ユリさん、ニナ。電話もつながるし、一緒に花火見ようよ。あのね、テル、雨が上がったから花火やるって。え？テルがいなくなってからずっと雨が降ったり止んだりしてたのよ。中止になるところだったんだよ。そうだったのか。やったじゃん。ルナ、花火が見えるところまで行こう。上がった。花火が上がったよ。ルナちゃん、あっちの方が見やすいよ。行こう行こう。わあ、やったぜ。お兄ちゃん、早く行こう。あ、ずっこけるなよ、ルナ。ルナ、さっきの話だけど。え？俺は何があってもみんなを守るよ。追いかけられた色欲の呪いがどういうものであっても、たとえ俺の空白の記憶に何かがあったのだとしても、俺も今までに出会ったみんなが大切だよ。それだけは変わらないよ。お兄ちゃん。おお、なんか告白のシーンみたいな感じになってる。甘酸っぱいな。甘酸っぱいよ。この数ヶ月でいろいろなことが起きた。そうそう、鈴木の死をきっかけに俺の人生は変わった。高校に行けなくなってドリームズで雇ってもらって、キラ先輩やリュウガさん、チーズさんにいろいろ教わって、はじめは敵だったユリさんやニナとも友達になれた。敵だったよな、そういや。そう言われた、敵だったよな、この二人。でも、記憶のどこかでは、あいつが俺を見ている。たくさんの絆と、俺たちの周りに起きた謎。そして、ルナだけが抱えていた秘密。その全てが解き明かされたとき、俺たちはずっと一緒にいられるのだろうか。こう手を繋いだところなんかさ、まさに恋愛もののエンディングみたいな感じでさ、なんか好感度を上げる恋愛ゲームから始まって、もう
この告白シーンみたいな恋愛ゲームで終わるような記憶になってしまったの今回。あ、それも悪くないなこの展開。失脚っていろんなジャンルに化けるな。ルナ、来年もみんなでこの花火を見に行こう。これは俺たちの夏の思い出。その後俺たちは家路に着いた。家路でいいかな。俺はルナの秘密を聞き出すのは諦め、色欲の呪いからみんなを守る方法を他に探そうと思う。たとえルナが全てを知っていて、今までそれを孤高の底で押し殺してきたのだとしたら、これ以上ルナを苦しませることはしたくなかったからだ。どうしたどうした、誰の拍手やこれ。え、ああ拍手しちゃうわこれ。パソコンか、キーボードの音かこれ。でめっちゃ怪しいですね。ジェイソンさんめっちゃ怪しいですね。パソコンカチ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 やってて。何何？呪術者夢見てる。身辺調査報告し報告してる。誰？ジェイソンさん誰かで報告してる。呪術者言っちゃってるし。テル君。何何？今は亡き夢見みこの息子ガールフレンド鈴木レミの死亡後、ハイガバラ高校中退。ここおめえその名前だったんだ。生活が崩れホスト落ちした。夢見みこが引き継いだ夢見の力は本物であり、空白の記憶が作られる前にも怪奇探偵として多数の事件を解決していた模様。うん、ああ2つ違いだったんだ。ヒラ先輩2つ違いだったんだよこれ。心と体が一致しないトランスジェンダーの女性、テルと同じく肺が、ああ同じ高校だったんじゃ。 OB なんじゃその高校ので、男装ホストで働き始めて夢に何度か入っており、夢の存在を知りすぎてる。ほらな、一般人にしては。なんて読むのこれ。チェリーちゃんの本名なんかすごい名前。ふわじま、おうせいやな。ふわじまが王政。すごい名前やな。32歳とか普通に年齢出しておけどさ、ここはチリズちゃんのキャラ的にさ、さ、秘密みたいな感じじゃない。元ナンバーホーストだった男性。キドキラビと付き合いが深く、彼女のために性別を変え、オカマはモンスターを開業。テルと共に夢に入り、通り妻シザーガルをジョブさせている。同じく夢を存在しすぎている。宇和島龍騎。龍騎だった名前。龍騎の漢字、仮面ライダー龍騎と一緒やん。めっちゃかっこいいな、おい。あ、宇和島龍騎。じゃあ何で龍がなんだろう。どっからが出てきた。ホストクラブドリームズを経営している。本名は、と、なんて読むんだ。天才肌の兄。オーガに対して強いコンプレックスを思っており、ドリームズに執着している。夢との接点はまだない。そうだった。結局テル君の仲間としてなんか遅れているような感じがするような、この人だけそうだった。ユリさんの年まで出てきちゃった。22歳だったこの人。何気に俺の方が年上だったんじゃ。1歳だけ。双子の姉のユリ、およびホスト数名を殺害後、自首をするが証拠不十分で無罪となり、ドリームズの事務員として働き始める。はいはい。ニナちゃん、星野ニナ、いつしか伝承の吸血鬼になった女性、アイドル活動に執着を持ち、幾度となく外見を変えては人間社会に溶け込んでいる。テルに血液を分けてもらうためにドリームズへ通う。夢を自ら作れる強い霊力を持つ。ルナちゃん、あ、年のところをハテナにされてる。テルと一緒に夢見の家で暮らす謎の少女。夢見の力とは別の呪術、赤い糸の呪いをテルにかけるなど。え、あ、夢見の力じゃないんかあれ。いや、それ、え、夢見の力じゃないとか言われたらさ、無性に本当に兄弟じゃないんやなって思い始めてきたやん。おい、ちょっとこれエンディングだろ。エンディングだけこんな言われたらさ、
もうたまっとれんわ。報告書をお送りします。私もこれ以上テルに近すぎると危険です。ご指示をお願いします。誰な相手。夢見てる。あなたにかけられた失脚の呪い、その記憶を思い出したとき、あなたが気づいた絆は再び崩れ去るでしょう。テルを監視する少女ルナ、あなたは一体誰なのですか。キツネの霊力はそう人間の情報がわかる。ルナは夢見ゆこの子供ではありません。言っちゃったよ。はあ、なんだ。とにかくこの任務から離れないと私も確実に殺されてしまいます。あ、そういう発言されたらジェイソンさん敵ではないんやなって思ってくるのよ。どうした？あ？ああ、上の人間からか。変身早いですね。ご苦労様です。もっとテルに近づき人間関係調べてくださいよ。まあ考え方どうこれと裏腹にもう近づき言われてる。これはマジかって感じやな、ジェイソンさんから。私を捨て駒にする気ですか。私はどうしたらいいですか。誰なんだろう相手って。これさ、ジェイソンの上司が実はテル君のお母さん説あるよね。テル君のお母さんが実は死んでなかった説がさ、俺の中であったもん、これまで。やけん、そういうのに繋がってさ、あるんかな。